リチャード・アレン・マーティンは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のボルチモアオリオールズ所属。2012年の MLB ドラフト38巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は契約せずに、フロリダ大学へ進学した。大学時代は、ハリソン・ベーダーとチームメイトだった。 2015年の MLB ドラフト一巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 バーモントレークモンスターズで、プロデビュー。51試合に出場して打率、237、日本塁が、16打点、7盗塁を記録した。2016年は、A 級ストックトンポーツと AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、 二球団合計で94試合に出場して打率、235、3本塁打、38打点、14盗塁を記録した。2017年も A 級ストックトンと A 級ミッドランドでプレーし、二球団合計で109試合に出場して打率、234、4本塁打、33打点、13盗塁を記録した。2018年は、 AQ ミッドランドでプレーし、118試合に出場して打率。306本塁打、42打点、25盗塁を記録した。2018年12月13日にルール5、ドラフトでボルチモアオリオールズから指名され、移籍した。2019年3月28日のニューヨークヤンキースとのシーズン開幕戦にて、9番、遊撃手で先発出場して、 メジャーデビュー。この年は120試合に出場して打率。208、6本塁打、23打点、10盗塁を記録した。2020年は骨折した手首の手術のため、シーズンを全休した。2021年8月3日のヤンキース戦で2年ぶりのメジャー復帰を果たした。講師と俊足が売りである。ありがとうございます。